始めたんですかね。僕は小学校2年生、その8歳ぐらいの時に、まあ、J リーグが開幕したぐらいですね。そこから、まあ、サッカー夢中になって、まあ、始めるようになりました。でも結構前から。そうですね。あ、そうなんですね。平瀬さんは。はい、僕は幼稚園からやってました。で、幼稚園からやったんですけど、小学校2年生まで入れなかったので、サッカーなかったので。そうなんですね。 3年生からだったので、その間からって空手をして、またサッカー部に戻ってっていう。一時期空手をやってらっしゃったんですね。そうですね、親父に無理くり空手入れられました。ちょっと嫌々な感じも。でも嫌々ですよね。そうでした。なるほど。でもこうやってサッカーに戻ってきていただいたおかげで、ベガルタ仙台にもう活躍されていらっしゃったということで。で、それがですね、まあ、それはそれですごくありがたいんですけど、うちの親父はですね、野球選手にさせたかったわけですよ。まさかな。そうだったんですか。今でも悔いてますよ、うちの親父が。なるほど。僕手がでかいんですよ。あ、確かに手が大きくて。そうですね。ちょっと比べてもらっていいですか。鹿賀さん、あ、砂井さんよりも。本当だ。え、でかい。まあ、手がでかいんで、ちっちゃい子はでかかったから、うちの親父は本当にもう野球をさせたくてしょうがなかったんです。でも野球や手がでかいからってね、成功するわけでもないんで。だから、まあ、そうですね、まあ、手だけじゃないですから。そうなんです。良、まあ、かったです。そうですか。サッカー選手を目指したきっかけ、お二人ありますかね。なんかこうふとしたきっかけとか、もしあれば。まあ、きっかけもそうです。本当に J リーグが始まったっていうことと、まあ、やっぱり漫画キャプテン翼っていうのを、はいはい、読んで、まあ、そこで本当にサッカー選手になりたいなって、まあ、気持ちが湧いてきたことですね。はい、ちなみにキャプテン翼は誰が好きでしたか。はい、三崎太郎君。三崎太郎翼くんではない。翼くんじゃないんですね。はい、どういうところが。まあ、やっぱり、はい、なんていうんですかね、ちょっと目立たない。ああ、なるほど。そういうところに憧れが。あんまり目立ちたくないんで。はい、面白いですよ。あのね、まだベガルタが J2 の時に一緒に試合してて、はい、選手の移動バス、はい、で、金が一番後ろの左側なんですよ。はい、で、僕が一番後ろの右側に座ってたんですよ。まあ、なんかそれはなんかもう所定の位置があって、はい、大体一番後ろがなんですね。そうなんです。で、僕と菅谷君って、はい、試合終わった後にふと僕にポソッと言うわけですよ。はい、何言うかなと思ったら、ピロさん、点取れねえっすだけどサイドバックだから別にそこまで気にする必要ないのに、点取れないっすってね、ぼやいてくるんです。本当、点取りたかったんですね。まあ、やっぱり一番基本的なことじゃないですか。やっぱりゴールを取る、まあ、ゴールを取りたいっていう気持ちがやっぱり強いんですけど、でもあんまり目立ちたくはないんですよ。あれ恥ずかしいね。なんか矛盾しているけど。なるほど。はい、サイドバックが上がった時に、例えばこう逆に取られてしまうとカウンターとかあるかもしれないですけど、そういったところっていうのはやっぱり気にされたりして上がるんでしょうか。まあ、やっぱり、まあ、当時の、はい、まあ、センターバックにはめっちゃ怒る人がいたんで、はい、まあ、それで怒られるのが嫌で、はい、まあ、必死に、まあ、全力で戻ってました。あ、ちゃんと、じゃあ、ちゃんと戻りました。あ、なるほど。じゃあそういったところできちんと信頼を、チームと、チームのメンバーと信頼を築いていたんですね。あと苦手な教科ってありましたか。僕はですね、図工ですね。あ、作る系あんまり得意じゃ。あの、書くのですね。
絵を描くとか、なんか風景を描くのがすごい苦手で、はいはい、あ、そうなんですね、うん、もう本当センスがないですそれは分かる僕鹿児島なんで桜島を描くっていうのがあったんですよ。ね、富士山みたいになってましたもんね桜島が富士山みたいになってるっていうちょっとやっぱなかなかないですよね。桜島と富士山全然違うんで富士山になってた。そうですね、なるほど。ちなみに まこちゃんのこのワッペン見えますか？これまこちゃん手書きで書いたんです。上手だねこれね、すごい。そうこれもね、え、これ自分で書いたの？字も字も天才だね。ね、天才ですね。そういえばこの間陶芸体験やったんですよね。それやって出来上がったんですよ。はい、あの自分が作ったものじゃなくて全部修正されました。それちょっと切ないな。切ないです。お椀を作ってたんですけど、はい、お皿になって帰ってきました。それがちょっと悲しかったです。そうですよね。僕もちゃんとこうね。こうできなかったんですよね。まあ先生がやったやつに字を書いて焼いてもらったって感じでした先生に結構修正されちゃうっていう。だいぶやられましたね。そうなんですね。そうです。菅井選手の方に、質問が届いております。そのペガルタに最初から残ると決めてたその気持ち的なものっていうのはなぜだったんでしょう？一応代理人っていうのはいたんですけど、はい、まあ移籍する気はないっていうふうには伝えてあったので、もう最初からじゃあ、まあ、そこで正式なオファーっていうのは、はい、まず来てないというか、はい、宮城仙台っていう土地が好きですし、はい、まあその両親がね本当に宮城の人なんで、まあ近くにある、はい、三郷町と、はい、仙台市内の西田がですか、あ、太白区、はい、が親の地元なんで、うん、まあ親孝行ですね。やっぱり、なるほど、親のためにやっぱり近くで、はい、なんていうの、試合を見せてあげたいっていう。ですけども平瀬さんはやっぱり身長を生かしたヘディングがとっても美しいんですけども、それをこう美しいヘディングの仕方とか怖くないヘディングの仕方っていうのがあれば教えてください。あのね、皆さん本当僕がヘディングすごくなんかヘディング得意ですよねって言われるんですけど、ヘディング大嫌いなんですよ本当にヘディング大嫌いなんですね。そうですね。でも今日午前中すごいの決めてましたね。決めてましたね。アントラーズの時にその当時のトリノセレゾっていう監督と、はい、関塚さんっていう人両方からこうクロス上げる30ほぼ毎日それで30分ぐらいヘディング練習させられてました、ね。全部ヘディングですか？ヘディングが下手だって言われて、それずっと練習させられてました。すごい。30分ですか？30分、永遠とマジで頭痛かったです。そうです、ね、本当にここ、はい、すり向けるんですよ。どんなボールが来るんですか？違うんですよ、はい、雨の人がもう全部やるんで。ああ、なるほど。あれ30分ぐらいずっとヘディングしたら本当すり向けるような本当に痛くなるんですよ、だからあの秋田豊さんってすごいヘディング練習したからあれだけ上手くなったわけですよ、はい、そうなんですか？そうですよ。とはすごいのは自分で首を鍛えるマシンを特注で作り20キロのダンベルをなんかこうヘッドギアみたいなのに吊るしてんですよ、はいはい、20キロぐらいのダンベルね、はい、それをこうやって上げてるんですか？こうやってすごいですね。首鍛えてるんですよ。あ、そうなんですか？そう、それだから、それで、おい広瀬お前もやれって言われてやったら1回で筋やりましたからね、僕ね、それぐらい重いのをやってるんですよ。じゃあやっぱり練習は必要だということで。そうですね、はい、練習必要ですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとサッカーの話題になったんですが、はい、ちょっとプライベートの話も、したいということで、はい、まこちゃんから質問してもらってもいいですか？どんな人がタイプですか？どんな人？
これは普通に答えればいいんですかね。どんな人、まあ僕自身は本当に喋らない、まあよく寡黙な男って呼ばれるんですけど、まあ、喋ってくれる人ですね。本当に常日頃からこう話しかけてくれたり、笑わせてくれたりとか、明るい人がいいです。お互い同じ感覚で会話ができる人ですね。まあ、話題とかもね、あの同じ世代の方がいろいろ盛り上がったりもしますからね。多分あの菅井と同じレベルで喋るってなると、これ宇宙語が必要になってきますからね。あの、なんて言うんでしょう、あのテレパシーみたいな感じで、すごいです。ある意味喋らなくても何を言いたいか分かるみたいな。それでも見つけたらすごい。すごいですね。すごいですよね。ね、そうですね。あのお二人それぞれあのご自身で一番記憶に残っているゴールとか記憶に残っている試合みたいなものがあれば。記憶に残ってるシーンでもいいんですかね。それを言うであれば、仙台が札幌で試合をした時に菅井が落下したっていうあれですかね。ゴール決めた後に看板から消えるっていう事故が起こってる時ですかね。え、それは見たことありますか。そのシーンないですか。あの YouTube で出るんで見てください。それをこの前菅井の次にやったやつが去年だっけ今年だっけ。今年ですね。今年そいつもう一人現れたんですよ。それも見てください。YouTube で。え、本当に消えたんですよ。消えましたね。消えましたよね。はい、あそこ僕も知らなかったんですよ。あんなに断崖絶壁になってるって僕も知らなくて、はい、いや知ってたら行かないさ。いやあれはちょっとすごいよな。飛ぶな危険みたいな貼っとけばいいんですけど。あ、確かにな。あの中に降り立っちゃった時はどういう感じだったんですか。入っちゃったって。いや、やっぱり時間が止まりますよね。止まりました一瞬で。あ、やばいなっていうのと、まあ、それ怪我しちゃいない、はい、でちゃんと着地しようっていうのを、まあ多分その 0.0 何秒の間に、はい、感じて、はい、まあ、着地はしたんですけど、はい、下コンクリートで、あのサッカーシューズでイボがあるんで、それ滑って頭を打ったんですよ。でもう恥ずかしくて寝てらんないなと思ってすぐ立ち上がって、こう上の方見たら、あの中島選手とか関口選手が指差して笑ってたっていう。まあ恥ずかしかったですね。一緒です、その印象に残ってる試合は。去年に、メッセージをお一人ずついただきたいと思います。お願いします。まあそうですね、本当に今日、まあ、午前中皆さんと、子供たちと練習してトレーニングして、まだやっぱり上手くなりたいっていう向上心を持つことが非常に大事だと思うんで、まあ、これから、まあ、自分たちのチームに帰って、まあ、コーチたちの話をよく聞いて、学ぶ姿勢を出して、まあ、上手くなって今度は、まあ、ベガルタの、まあ、育成の部分に入ってきてほしいなというふうに思います、はい、ありがとうございます。そうですね、あの午前中にも言いましたけど、あのだら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 何十本も練習するよりは集中して10本集中してやるってことが大事ですね。じゃないとダラ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 いくら50本のパス練習をして上手くなるかっていったらならないです。やっぱりその10本って決めたその回数の中で一本一本真面目に集中して全てのトレーニングをこなすっていうのはやはりこう上手くなる秘訣だと思いますし、それをまた繰り返していくっていう、ことも大事だと思います。まあ、そういう基本をまずはしっかりと身につけて、あとはよく食べて勉強してサッカーが上手くなればいいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サプライズがあるんですけど、はい、子供に誰かにあげようと思って持ってきたんですけど、あ、すごい。
欲しい人いますか？子供たち手挙げてます、ね、手挙げてますね。これはサインです。なんか物を出すと子供寄ってくるんだな、これ。ちゃんと話聞いてた。いや、このなんて俺にじゃんけんで勝った人、アイコもだね。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい。グーだけ、グーだけ、グーだけ。チョキチョキだね、グーグー。もう一回いくよ、最初はグーじゃんけんぽい。あ、チョキ落ちた。これで練習してください。以上です。はい、サプライズありがとうございます。ありがとうございました、はい、一生の思い出ですね。そうですね、はい、改めましてお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。